パリア田川は、新潟県中越地方を流れる信濃川水系の一時支線で一級、河川指定を受けている。新潟県長岡市土地堀の中津また沢交流点に、源を発し、土地吉街地を流れた後、見つけ市、長岡市を経て、燕市横田で信濃川に交流する。もともと全域で複雑に蛇行しており、川幅が狭く、流れも急でたびたび氾濫し、 洪水被害を起こしたため、古くから暴れ川として知られた。このため、流量を大きくする河川改修がたびたび行われた。特に大規模なものとしては、1919年から1941年にかけて実施された事業で、三つ毛市中心部の流れがほぼ東西に直線上に改修された。現在でも三つ毛市と長岡市の市境が、 稼働から外れて曲がりくねっている箇所があるが、これは改修前の旧稼働の名残である。また、1964年7月7日の水害を契機として行われた河川改修により、1980年に狩り田川ダムが完成した。しかし、平成16年7月に新潟、福島豪雨では、大小6箇所で破訂し、旧中野島町、見つ市に、 甚大な被害をもたらした。河川管理者の新潟県により、三つけ市場流域での遊水池設置や、堤防傘上げ等の河川改修が行われ、2010年、完工した。平成23年7月新潟、福島豪雨ではその遊水池が、治水機能を発揮した。狩野田川ダム、ありがとうございます。